邪魔だ。チャンス。しまった。届く。集中していく。ほい。切り崩す。そっちは任せる。お任せあれ。仕切り直す。やってやる。なに。落ちろ。チレコの隙に当たれ。行くぞ。さなみかける。防いだ。軽い。じゃあな。そこだ。切るんだ。飛んでけ。隙をつく。刻む。またね。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。こんばんは。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バーカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。のえ、弁償ってのはその、あれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。
連携しよう。頑張るね。大丈夫。下がっていろ。シックス。はいはい。そこから狙える？どけ。いいとこ見せなきゃ。やっ。おい。取れ。いけるか。協力してこ。ここからだ。最悪。行くぞ。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。うわぁ、ここうわぁ。今のうちだ、ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど、ソルジャーの時仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。お前ら、ちょうどいい。こいつの腕試しだ。チャン。やっ。へっ。そっちは任せる。はいはい。受けて。いけそうかな。俺が出る。しまった、いいとこ見せなきゃ。とりゃ。落ちて。焦げちゃえ。よし。やっ。おっ、それ。やっ、おい。へっ、かっ。届け。近づくと危ないよ。そっちは大丈夫？やってやる。はっ、はっ。覚悟はいいか。飛んでけ。まだだ。行け。貫け。まあいい。チラ。どけ。見て。うん。チラ。や。あ。え。くら。切り替えよう。っ、頑張ろう。ここで仕掛ける。やっ、このなんとかなった。
またはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。こっちこっち。
っちこっち。ああ、だな。うん。あ、うん。ん？クラウド、今…急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。おっと、そこのカップル！沈め！ここを通りたかったら、身ぐるみ置いていきな！はせろ！はいはい！そりゃ！燃え上がって！あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか？ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く昔、ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか？ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。
大丈夫？綺麗。え？瞳。ああ、魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。ここ。ん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？いや。もしかして、寂しくなった？行く？ああ。あ？ん？はいや！ティファ！後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。行こう。急いで追いかけよう。
いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。ん？探してどうするつもりだ？もちろん、助け。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても、結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？ああ、蹴りが鋭い。それ特徴かな。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよ。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。いらない。ん？今ちょっと悩んだ？ご利用の際はお声掛けください。どこが危ないか分かるのか？分かる。危ないのは怪しい人間が。入っていこう。入ってやろう。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。トロットロロ。あれ見て。コルネオ。あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そして
テモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、その分約束もあるけど、始めたら止まらない。いい店紹介するよ。クラウドさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。お値段、なかなか素敵。とにかくスープが美味しいの。麺は五番台の製麺所に。また今日もカウカウしている。ちょっと飲みすぎたかな。チクショウ、アニアンに会うはずが。なぜ俺はあんなことを。俺が話してくる。でもエアリスはここで待て。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。もうすぐアニアン様に会える。おお。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますか？ああ、アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと
申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。あの、なんか緊張しますね。ええ、それはおめでとうございます。ざわめく、あーときめく。どうぞご心配なく。医者もそういやもいい夜ね。もう変わらない夜だろ。キラキラで騒がしくて。アニアンのショーがある日に来られてよかったわね。さあ楽しみだな。あなたはハニーガールがお目当て。ちょっと飲みすぎたかな。ロカルで少し冷ましましょう。店の外で会うのは良くない。手のひらから全身に力が流れ込む。開いてないみたいだね。やっぱりウォールマーケットは恐ろしいぜ。ああ銀行なんて名乗っているか。待ち合わせ場所はここ。ああ、やっちまった。俺のバカ、大バカ野郎。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティーバーちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファーじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。やめておこう。なんだ、つまんねえな。はい、表。え？ん？残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけどコルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつは当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあだ。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ。というわけか。負けないから。ちくしょう。
足元見やがって。金ここだよね。あ、うん、いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。またまった、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみや、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほーら、力抜いて、悪いようにはしないからさ。うん、ああ、あら、痛かったか？いや。次は指の付け根を揉んでいくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだい？声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだい？それともここかい？ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。なりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。
私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？俺は嫌いじゃないありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。え？この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。はずだけど、コルネオ杯入場開始してます。観覧は右手、整列出場する選手は左手にお進みください。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。
俺、全財産かけちゃうぜ。すげえ。お前もソルジャーは出場しないのかな。今からエントリーが？たっ、ギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ。だったら私も出る権利あるよね。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。完封の日までに打ちのめす。勇者なら地へどを剥がせ。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。イス格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。